ア株式会社の平田です。人材のお話なんですけれども、制作振興さんを取られた会社さんが、ついこの間ありました。1名とりあえず取っていただいたんですが、その後もその会社さんは制作振興結構応募がいってるんですね。で、最近の制作振興の応募のまあ傾向っていう風に言うと、経験者とまあ未経験者だったら未経験者の方が若干多いかなという感じですね。10人応募者がいたとしたら、経験者の方がまあ 3、4名、それ以外はみんな未経験って感じです。で、未経験もなんかしなけどね、ですね、女子が多いんですね。で、会社さんによっては女性の場合すごくタフなんだけど結婚しちゃったら辞めちゃうしみたいなことがあるので敬遠される方もいらっしゃるんですが、別にあの短い期間だから大丈夫というところはぜひ女性の方も検討してみてください。男性がやっぱりあのやることが多い体力的な仕事だというふうな話にはなりますけれども、タフな女子の方も結構いらっしゃるのでですね、あのまずは面接だけでもしてみていただければと思います。